さあ本日は10月の23日日曜日です午後の7時になりましたさあほぼほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ皆さん10月22日昨日土曜日は京都三大祭りの一つ 時代祭りが執り行われました。もう、素晴らしい天候の中で、秋空の下、2000人の行列が都寺を練り歩きまして、京都御所から平安神宮まで素晴らしい行列を披露いただきました。その後ろからは、漢武天皇、孔明天皇という、京都で最初と最後の2二人の平安神宮の御祭神神様が法蓮に乗られまして、 京都の発展したこの街をご覧いただきて、しめやかにこの時代祭りが行われました。お池通りで解説をさせていただきまして、もう、ある意味特等席ですよ。ちょっと小高い舞台も作っていただいて、その上から時代祭りを学び席の皆様にイヤホンガイドを使いまして、たっぷりご説明をさせていただきました。皆様、ご参加いただきました、皆様。 昨日は本当にありがとうございましたもう私ももう素敵な幸せな一日を昨日は過ごさせていただきましたさて今日はこれネクタイ姿です今日は朝から京都愛媛県人会第22回定期総会が開かれましたそう何を隠そう特に隠してはないですが私愛媛県生まれです 愛媛県松山市で生まれまして小学校6年生まで松山市に住まいをしその後に大阪そして京都の大学へと進学をすることになりますけれども生まれは愛媛県なんです四国愛媛県で京都にある京都愛媛県人会という会がありまして実はあの 京都にはたくさん全国からいろんなこう都道府県の方がいらっしゃってますから京都の中で例えば岐阜県人会とか長野県人会新潟県人会とか、まあ、そういう各都道府県の県人会というのがありまして、まあ、特に私たちの愛媛県は。 愛媛県を愛していれば誰でも入ることができるんですけれども、まあ、私は愛媛県の出身でもありますので愛媛県人会に入らせていただきまして今は副会長そして事務局長をおせつかっておりますですから今日はもう朝からまずご来賓の皆様今日は京都府おっとカメラが <laughs> 京都府京都市この地元をはじめ 実は愛媛からは愛媛県の福井がお越しをいただきましてさらには松山市の山を、まあ、今治市長は市長自らがこの県人会の今日の東海にお越しをいただきましたりまいろいろですね今日はご来賓の方々とそして何よりもこの京都愛媛県人会に会員として、まあ、ご賛同いただいている皆様もお迎えをしてホテル京都のグランビアですね。 グランビアの方で今日は総会を開かせていただきましてね、多くの皆様に集っていただきました、まあ、そのためにも私も今日はね、スーツでバリッと事務局長ですから。ということで、このスーツを着ていってです、ねで、途中から着替えましたよ、まあ、途中というか、もうその愛媛県の総会が始まるまでに、このスーツ姿からですね、こちら。 そうなんです愛媛県といえばみかんみかん色のこのハッピーを着て今日はですねお勤めをさせていただきましてまあ私には司会進行の役割がありましたのでもう常にマイクの前に立ってこのハッピーを着てですね、えー、させていただいたということなんですせっかくなので行きましょうかこのスーツもいいですけどもせっかくなのでねちょっとハッ はを着て会長に怒られないでしょうか <laughs> まあ愛媛県の PR ということで多めに見ていただきましてねこのみかん色の素晴らしいこのハッピー先日8月に行われました鴨川農業二2022でもこのハッピーを着て役員の皆様がですねこう お役をしたんですけども今日はこういう感じで会場で司会進行させていただきましてねもう見るからに何かこう行政マンでね愛媛を PR している、まあ、そんなあの役人お役人に見えますけども今日は事務局長として愛媛県人会をねこう盛り上げて、えー、皆さんに集っていただきましてご来賓の皆様会員の皆様、えー、本当にこう3年ぶりとなります。 えー、飲食をともにした、まあ、もちろん感染対策を取りながらの、まあ、グランビアのホテルはもう万全な感染対策で一人一人パーティションがあってで立ってしゃべるときはこう手で持つことができるマスクもあったりということで万全の感染対策を取りながらの今日は会合でしたけれども3年ぶりに皆さんと懇親を重ねることができたということで本当に素敵な今日は一日でした。でもうね各 愛媛県のもちろん副知事を筆頭に各市町村の市長副市長代理町長町長代理など本当にもう各地方行政のトップの皆様がこのお忙しい秋の日今日10月の23日に京都までお越しいただきましてホテルグランビア京都で大きな総会が開かれましたのでもうね各自治体からはこういうね PR のルルブ松山道後温泉、これはあの無料でおそらくいただけるやつなんでしょうね、今、道後温泉は少し改修工事をしているんですけれども、まあ、改修工事だからこそ、今見ることができる、まあ、そんな場所もあるようで、もうこの各自治体ともにですね、いろいろ地元の魅力をですね発信いただくということで、こういう冊子がね、たくさんお持ち帰りのお土産袋の中に入っていました。 これなんかおしゃれですよ、だんだん松山ね湯とアートが湧く町ということでねこう、おしゃれなアートの町松山道具をご紹介しています。そうですね、愛媛といえばポンジュース、ねあと今、あれですよ。 ゆるキャラ大人気の今治のバリーさんね今治のバリーさんこれ大人気ですけども愛媛今治市ふるさと納税チラシが入ってましたねうわ紅マドンナこれ美味しいんですよあの酎ハイでいただくとね最高なんですけども紅マドンナふるさと納税でいただけるそうですよ瀬戸内港マルシェまあやっぱり瀬戸内に面したのが愛媛県 タイも美味しいし海産物が最高の愛媛県なんですね今治でサイクリングね、そういうやっぱりスポーツやっぱりこう海見ながらということでいろんなこうスポーツマラソンからサイクリングできるということですねで、この今治から尾道向かい側の尾道まで島並海道がありますので島並のサイクリングツーリストツーリズムそれの 少しお知らせがあったりそのしまなみ海道夢島海道ということでね可愛らしいこれクリアファイルですけれどもこの中にもレモンまあやっぱりこのイタリアとは言いませんが瀬戸内の温暖な水があって島々が浮かぶなんかこうそんな ヨーロッパで言うとイタリアスペインあたりをね思わすような陽気なそんなね雰囲気を感じますねレモンポークレモンを食べているお豚ちゃんポークレモンポークというすごい肉質が柔らかいそうですねレモンポークこういうブランドがあるんですねありがとうございます私はこのこういう魅力をね発信しないといけない方ですね でこの夢島街道の中で上島町、今日上島町は町長自らお越しいただきましてね、このしまなみ街道の中で上島町、ぜひ皆様もまた、ちょうど瀬戸内を行き交うフェリーなんかに乗ってますと、この上島町の島々も見えてきますから、島の 野菜から先ほどのレモンポークがそうですねそして海の海産物はもちろんのことやっぱりこういうねしまなみ海道の素晴らしい景色を見,見ながらのねサイクリングツーリ,ズムツーリストいいですねアクティビティいろいろありますぜひ皆様も愛媛県ね訪ねていただいて松野町 松野町の山合いの里いろいろ松野町の魅力がご紹介されていますそして南の方を南予昔は伊予の国と言いました愛媛県伊予の国の南で南予と言いますがまあ、宇和島あたりがね有名ですけれどもこれ可愛らしいこのゆるキャラ ちょっと悪そうなみきゃんちゃんの隣、悪そうなイラストもありますけども、かわいらしい、これ、あの缶バッジもついてましてね、缶バッジ。これ、全部ね、いただいたんです、今日みきゃんちゃん、あ、みきゃんちゃんがこれね、今もう大人気、このかわいらしいみきゃんちゃんね、みきゃんちゃん。で、そのお隣が、にゃんよ。 そしてコミキャン。<laughs> あ赤ちゃんなのね。にゃんよ。ないよがにゃんよになってます。にゃんよ。で、これがコミキャン。コミキャンということで。なかなかですね。この愛媛県もいろいろ PR してまして。まあ、皆さん、ぜひ。あのー。いよいよ旅行が、ね、少し。まあ、できるようになりましたから。 ぜひその行っていただきましてね愛媛県の魅力を美味しいものをぜひね食べていただければと思います。今日ばかりはいつもは京都の魅力を発信するんですけども今日は京都愛媛県人会がありましたので少しふるさと愛媛県の少しね皆様にあの魅力をですねお届けさせていただきました。でお持ち帰りのお土産がたくさんありましてねこれ入ってました、やっぱりレモンですね。美味しそうなこのレモンケーキ 青いレモンの島瀬戸内って書いてますねもうね今お腹減ってるんでこれ後でちょっといただきましょうありがとうございますそしてこれ四国の自然に実りを求め感謝を込めたお菓子ですと書いていますねすもうむちゃくちゃ重たいこれずっしり見てくださいこれ栗タルト クリタルトですよ。思った。ずしこれ。すごいな。ちょっと開けてみましょうか。はただのクリタルト。いきます。これはかなり重量がありますから。なかなか食べ応えがありそうな感じがしますよ。 ね、一六タルトとかねぼっちゃん団子とか、まあ、皆さんも旅行に愛媛に行かれますといろんな名物名産品がありますけれども今まさに秋栗ですからこの栗タルトちょっと開けさせていただきまして今日からしばらくおやつには困らないかな11月の26日まで日持ちがしますから。 ゆっくりとですね食べさせていただければと思いますさあ袋が開きまして箱ちょっと開けてみたいと思いますどんなのださあクリタルトおお、なるほど行きますよこちらがハタダのクリタルトです じゃーんまだ中にちゃんとまだくるまれてますねちょっとこの一つを出してみましょうさてうお開けるとまた黄金に輝く袋に入ってますすごいな これはもうさすがにこれ以上は開けられなさそうでしょうか。うん。これはね、ちょっとでも言っときましょう。この後、今オフィスに森さんもいますから、この後、栗タルトを、思う存分これは食べられますよ。こんだけあればこれ、二人、今日オフィス二人ですから、半分半分しますか。<laughs> 夜ご飯は全くいらないですね。 これ食べてしままったらいきすすよクリタルトですあーそのままだ今度は栗タルトちょっとこの側面皆さんに見ていただきましょうタルトですからねこちらですよ栗タルトーうわーすごい栗が丸々入ってますよこれ ちょっと1個あきれてますねちゃんとちょっと待ってくださいこういう感じですよ栗が中にたっぷり入ってます栗タルトこ,これ今食べるともう喋られなくなりますから口の中がね、えー、このあとおいしくちょっとそろそろねあったかいお茶が恋しい季節になってきましたから あったかいお茶と一緒に、このクリタルトをね、頂戴できたらいいかなと思います。さて、今日のですね、京都愛媛県人会にはスペシャルゲストが実はお越しいただきまして。皆様ご存知でしょうか。春、おむろ桜の季節に、おむろにナジで。バイオリンを弾くお坊様が。話題になりました。岡山県の返上院というお寺さんのご住職で。 今日はなんと岡山からお越しをいただきました大原英樹住職がまさに私たちの目の前で生演奏をしてくれましてね素晴らしいご法話とそしてバイオリン演奏ということで貴重なオープニングのバイオリンの演奏をですね拝聴させていただきました実は愛媛県人会の顧問に お室人なじの御門関様がいらっしゃいますのでその御門関様から直々にこの返上院大原永吉住職の方へとお電話があったようで最初におっしゃってました遠くの中で「御門関からの電話ですからご依頼ですから断るわけにはいきません」とおっしゃってましたね。 私も記念にあの写真撮影をさせていただきましたので本当にいい記念になりましたで懇親会の中ではもう私のお隣でお食事を召し上がっていただきましていろんなお話をしましたらねなんとあの同い年であったことも分かりましてねまあ本当に意気投合しましてまたぜひ観光と仏教と。 やっぱり観光もいろんなことを学び自らを磨き上げるという意味では修行まあ修行ではないですけどもこの仏教との神話性があるということでえま仁ナジやその皆様ですねやっぱりこう何か新しいことをしなければ仏教もこうなりますから非常にこう危機感を持っていろんな動き新しい活動をされているそうなんですその一つがこのバイオリンと共に法話をお届けするということで本当にね 歌の中に出てくる一節をその後法話で解説をされるように音楽を用いながら広く皆様にその素敵な仏教の大切な教えをですね広めておられますのが今の岡山県の返上院の大原英紀住職ということで現在は真言宗小室派本山普教師つまりこう教えをしっかりと広めていく普教師として岡山備中師匠で え中心に活動、活躍をされているということなので、またぜひ皆さんインターネットで忍ナジバイオリンと調べるともう動画が上がってきますから、その素晴らしい演奏をですね。ぜひちょっと YouTube でもご覧をいただいたらと思います。今日写真をね撮影させていただきまして、特に著作権ありませんからどうぞあの愛媛県の PR やあのー、SNS でどうぞねあの使ってくださいと許可いただきましたので、ぜひまた。 一緒に何か楽観と私とこう対談とかなんか講演イベントでご一緒できたらまたいいなとこんな素敵なイベントはないなと思いましたんでねぜひまたそんな機会があればご一緒させていただければと思っておりますどうでしょうもうお帰りになりましたでしょうかねあの大きなバイオリンとねスピーカーも持参して山のような道具であのお越しいただきましてねありがとうございましたと爽やかに帰って行かれましたけれどももう岡山の方に 自暴の方にお帰りでしょうか？本当に今日はありがとうございました。そして、また愛媛県の各市町村の皆様あの京都までね。お越しいただきまして、あの本当にですね。こんな一番お忙しいこの秋の観光シーズンでね。観光の旅行支援も始まったばかりですから、お忙しくてまあ、大変だった時だと思います。けども、京都までお越しをいただきましてありがとうございます。まあ、あと1日ぐらい、なんか京都の魅力を見てね。また、愛媛にお帰りをいただければ、何かこうちょっとでも。 エネルギーを得て京都からね各自治体の方へとお帰りいただけるのではないかなと思っております。私もまだまだこの愛媛県人会に関わってまだ3年4年ぐらいなのでまだまだですけれどもぜひ何かね愛媛県と京都の橋渡しがねできるといいかなと思っております。ということで今日はねバリッとこうスーツでハッピーを着てお昼間頑張ってましてねで三時頃に終わったんですけれども。 で4時半過ぎから今度ね修学旅行の宿公演がありましたからあのたまたまですけどねグランビアで総会があって道向かいのタワーホテルで公演がありましたのでそのまま京都駅会話にいてね今、公演が終わってさっき6時半過ぎに帰ってきたところなんですよ。おっとーライブ配信に間に間合うということで急ぎこれ準備してねライブ配信をしたということになりますのでね。 今日はもう、なかなかいい疲れ具合です。昨日の時代祭りといい、そして今日の県人会、そして宿での講演ということで、今日はもう、旅くじを引いて、皆様に、京都の魅力をお届けする、そんな力が残っておりません。はい。<laughs> ということで、今日のトークは、ここまでとなります。さあ、 秋深まって皆さん観光シーズンになっております京都は今日、昨日、土日も本当に時代祭りも含めて多くの皆様がお越しをいただいております皆さんもぜひ今後ですね11月のもみじもありますのでぜひ非公開の文化財特別公開などまた私たちの楽旅の京都散歩などもう一度通信を見返していただいたりホームページをご覧いただきまして皆様とお会いできる日をね楽しみにしておりますそれでは 心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。さあ皆さん、合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる、この好きになるというところ、皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。 それでは行きますきっともっと京都を好きになる愛媛も好きになるということで本日は午後7時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日は おそらららく夜のの7時時時かか19 19大丈夫だとと思思いいいいまますす。で、19時に再び明日お会いしたいと思いますそれでは今日はこのあと8時から NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」是非ご覧になっている皆様はいよいよというところになってくると思いますので是非お楽しみをいただきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。 それではポチー笑顔の愛媛と書いてますね